もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。合コンへ行くからには素敵なイケメンと仲を深めたいものですが、イケメンが数少ない場合はどうしても奪い合いになりがちです。ではどうすればイケメンの心をつかめるのでしょうか。そこで今回は合コンで一人しかいないイケメンの気を引く行動をご紹介します。 1. みんなが遠慮がちな時こそ積極的に話しかける。同席する女の子たちとの駆け引きは重要なようです。みんなが様子を見計らっているような時は思い切って自分から積極的に話しかけてみるといいでしょう。ただし好意をむき出しするとイケメンはおろか女の子たちからも惹かれてしまうので注意が必要です。 2. 最初はわざと離れた位置に座り時間を置いてから隣へ移動することで近づきたかった意思を伝える。しばらくの間離れた席で他の人と話をし時間を置いてからやっと話せるねなどと言いながらイケメンの隣へ移動するパターンです。今まで話したいのに話せなかったという気持ちを効果的にアピールできるでしょう。 3. あまり積極的に仕掛けずチラチラと視線だけ送る。肉食的なアプローチをしなくてもなんとなく気になる存在になれるはず。20代女性など気があるようなないような思わせぶりな仕草でイケメンの心をつかもうとする女の子もいるようです。 4. イケメンの発言や行動をチェックし後でその内容について話す。直接自分と話していない話題に触れることで実は気にしていたとアピールするパターンです。さっき聞こえたんだけど虫が苦手なんだねなどとその話題について触れればスムーズに会話を始められるでしょう。